キャッチコピーとして空いてるときに好きな場所へ出かけようを掲げ、本日より開始をいたします。愛知好き旅キャンペーンは、愛知県が進める休み方改革の一環で、平日や閑散期に観光客を分散させることで、施設利用者双方のメリットを狙います。キャンペーンに参加する県内のホテルなどでは、割引や客室のアップグレードなどの特典が受けられます。県ではこれに合わせ、平日の保護者の休みに子どもが学校を休んでも欠席扱いにしないラーケーションの日を、早ければ今年9月にも設ける予定です。